国立彫像ホールコレクションに収められたミューレンバーグの彫像、ジョン・ピーター・ガブリエル・ミューレンバーグは植民地時代、独立戦争時代及び戦後のアメリカ合衆国ペンシルベニア州の牧師、軍人及び政治家である。ミューレンバーグはペンシルベニア植民地のトラップでドイツ系アメリカ人のミューレンバーグ夫妻のヘンリーとアンナの子供として生まれた。アカデミー・オブ・フィラデルフィアで 古典的教育を受け、その後1763年から1766年まで、ドイツ系の父の例に習い、祖国のドイツのハレアンデアザーレにある大学で学んだ。フィラデルフィアに戻る前に短期間、ドイツの竜金兵隊で従軍もした。1768年に、ルーテル教会の聖職者となり、ニュージャージー植民地ベドミンスターで、その新都団代表となった後で、 バージニア植民地のウッドストックに移転した。1770年、ミューレンバーグは同じドイツ系で成功した陶器職人の娘であるアンナ・バーバラ、ハンナ・マイヤと結婚した。夫妻には6人の子供が生まれた。1772年にイングランドを訪れ、成功会の司祭に常任された。バージニアのダンモワ軍では、その新しい会派の他に安全委員会や、 通信委員会を指導した。1774年にバージニア植民地議会議員に選出され、第一次バージニア協議会の大議員になった。1775年の暮れに向かう頃、ミューレンバーグは大陸軍第八バージニア連隊の大佐として、部隊を立ち上げ指揮することを認められた。ジョージ・ワシントンが自らミューレンバーグにこの任務を受けることを求め、 ミューレンバーグが同意した。しかし、やはり牧師だった弟のフレデリック・オーガスタス・ミューレンバーグは、イギリス軍が自分の目前で自分の教会を焼き払うまで、ミューレンバーグが軍隊に入ることを認めなかった。その事件の後には、フレデリック自身も軍隊に入った。1800年代半ばに、ミューレンバーグの糸行為が書いた伝記によると、 1776年1月21日、ウッドストックの成功会で、ミューレンバーグ牧師は、すべてのものには、季節があるで始まる、旧約聖書の第三章コヘレトの言葉から、その説教を取り上げた。第八節、戦争の時、そして平和の時を読んだ後、そして今は戦争の時だと宣言し、聖職者のローブを取って、大佐の制服を、あらわわにした。 翌日、ミューレンバーグはその軍から300名の兵士を率いて出発し、第8バージニア連隊の中核を形成させた。ミューレンバーグの部隊はまず南部に駐屯し、サウスカロライナ植民地とジョージア植民地の海岸を守った。1777年初期、その第8バージニア連隊は北部に派遣されて、ワシントンの主力に合流した。ミューレンバーグは、 バージニア旅団の順勝となり、バレー法事では、ナサニエル・グリーンの師団でその旅団を指揮した。ミューレンバーグは、ブランディワインの戦い、ジャーマンタウンの戦い及びモンマスの戦いに参戦した。モンマスの戦い後、バージニア旅団の大半は遠く南部に派遣されたが、ミューレンバーグは主に民兵隊からなる部隊を使って、バージニアを守る、指揮官を割り当てられた。 1781年のヨークタウンの戦いでは、ラファイエットの軽視団で、第一旅団を指揮した。その旅団は、マサチューセッツ、コネチカット、ニューハンプシャー及びロードアイランドとニュージャージーの、各戦列連隊の軽風氷中隊で構成される軽、不評団でできていた。この部隊は右翼を担当し、大陸軍の大砲を、 コーンウォリスの防衛軍に近づけるために作られた日本の残豪に配置された。1781年9月14日に、フランス軍のジャン・ジョセフ・スールバダー中佐が率いる大隊が夜間の銃剣攻撃を引き、第10歩類を襲った。1783年に戦争が終わるとき、ミューレンバーグは少々に名誉昇進をされ、ペンシルベニアのモンゴメリー軍に入植した。 ミューレンバーグはシンシナティ協会ペンシルベニア支部の初期メンバーでもあった。戦後、ミューレンバーグはペンシルベニア区に最高執行委員会の委員に選出された。1787年10月31日には副知事に相当する地位であるこの委員会の副委員長に選ばれた。その副委員長としての任期は不思議な記録で終わった。 1788年10月14日、最高執行委員会の議事録では、ミューレンバーグが辞表を提出することなくフィラデルフィアを去ったとなっていた。なぜその辞任が必要となったかあるいは期待されたかは、記録されておらず、死者が彼の後を追って派遣された。その夜、死者が辞表を持って戻った後、委員会は、ベンジャミン・フランクリン委員長の家に集合し、 ミューレンバーグの後継者として、デイビッド・レディックを選んだ。ミューレンバーグは、第1回のアメリカ合衆国議会に、ペンシルベニア全州から選ばれる、会員議員に選ばれた。1793年には、民主共和協会の創立者になった。 1793年から1795年と1799年から1801年は民主共和党員としてペンシルベニア州第一選挙区選出のアメリカ合衆国会議員を務めた。1801年1月にはアメリカ合衆国上院議員となったが同じ年の6月30日に辞任した。 トーマス・ジェファーソン大統領がミューレンバーグを1801年にペンシルベニア州歳入監督官に1802年にはフィラデルフィアの関税長就任に指名した。ミューレンバーグはこの職を死ぬまで務めた。ミューレンバーグは1807年10月1日61歳の誕生日にペンシルベニア州モンゴメリー軍で死に。 トラップのオーガスタスルーテル教会墓地に埋葬されている。ケンタッキー州ミューレンバーグ軍はミューレンバーグにちなんで名付けられた。ペンシルベニア州は1889年にワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションに州に割り当てられた二つの彫像の一つとしてピアポントの大理石像を寄贈した。 もう一体はやはり1889年に収められたロバート・フルトンの大理石像である。ヒストリー・ディテクティブズ・シーズン5、エピソード5・トランスクリプト。オレゴンパブリック・ブロードキャスティング、2008年8月20日、閲覧。ありがとうございます。